夜の長さにうんざりしながら、何年かぶりのラインを読み返した。君は今さらどういうつもりなのか、あんな別れ方をしたくせに、だけどスルスルにはなんか気になる。削除しなかった友達登録。もしも君が一人困ってるなら、さすがに僕も手を伸ばすだろう。どこでもいいような内容だったら返信なんかしたくない。本質的な優しさとはなんだ。一度愛した君だから、何があっても過去でも未来でも君らしさを一言と思えないんだ。僕にできることならやろう。それは浅はかなプライドなのか、まだ愛は続いている。離れていた時間も痛みを抱えて、いつしか忘れているふりをする。だけど脈打つたび思い出すんだ。恋のかさぶたを無意識に触る。あの頃の彼と別れたと聞いた。支えてくれる誰かはいないのか。明かりを消した部屋の隅っこの君に、この手を伸ばしたくなる。本質的な愛情ってなんだ。目の前の誰かだけを見てることか。ここにはいなくたって、そういつだって優しさとはなんだ。一度愛した君だから、何があっても過去で